ニューロ光の回線、ネット回線を引きました。いろいろあったので記録がてら動画を作りました。ニューロ光を検討している方の参考になればと思います。まずはじめにニューロ光の概要について。プロバイダーはソネットで、ソネット光と同じ会社になってます。ソネット光がコラボ回線なのに対して、ニューロ光は独自回線であるため、下り最大通信速度が2ギガと業界最速になってます。この2ギガというのはネットワークから宅内終端装置へ提供する技術規格上の下り最大速度となっています。実際の PC やゲーム機までの通信速度っていうのは他の光回線と同等なんですけども、複数デバイスで回線を共有した場合にそのネット回線の速度低下っていうものが抑えられて、結果として安定したネット環境を得ることができます。月々の利用料金はそこまで高くありませんが、ネットの、ニューロ光の提供範囲っていうものが現時点では限られているっていうのが注意点になっています。また、他社の光回線初期工事と大きく異なるのが宅内工事と屋外工事が分かれているため、2回の工事をしなければならない点です。工事を2回しなければならないことで、開通までの期間が非常に長くなってしまっています。それでは私のネット回線開通までの流れというものを紹介していきたいと思います。まず8月中旬にニューロ光の公式ページから申し込みを行いました。回線を使用する住所や名前など一般的な情報を入力するだけの単純なものでした。ネット回線工事は1、2ヶ月ほどかかるっていうことはなんとなく知っていたので、余裕を持って申し込みをしたつもりです。8月下旬になり、スマホにメッセージで工事日程の予約ができるようになりました。引っ越し日の調整もあったので、実際に工事日程を申し込んだのは9月上旬になってからでしたが、この時点で10月上旬あたりから工事予約ができる感じになっていました。意外に早く工事してもらえるんだなぁと思いつつ、その引っ越し日の兼ね合いもあって、11月上旬で予約をしました。宅内工事、屋外工事が別々で予約できるようになっていましたが、残念ながら同じ日に予約っていうものはできませんでした。11月に入り、宅内工事の日がやってきました。予定の時間通りに業者が家に来て、宅内の工事を行いました。ONU の設置場所など、ある程度お願いすることはできそうでした。この ONU も、噂によると、ランダムで決まるようで、運が悪いと古いものを提供されてしまうようです。AC に対応しているかどうか、っていうものが問題になりますが、私は運よく対応している ZTE の ZXHN-F660A という ONU を設置してもらいました。違う ONU を設置されてしまった場合は、それを言えば交換してもらえるかもしれないようなので、ここは大事な部分だと思うので、思い切って言った方がいいと思います。宅内工事については特に何も問題なく完了しました。その次の日が屋外工事の予定日でした。その日は平日で仕事もあったのですが、ネット開通っていうのがとても大事なことなので、半日休みを取っていました。予定は午後にしていたんですけども、その工事前日、宅内工事を行った日になるんですが、その前日に、電話が来まして、その屋外工事の業者から電話があって、午後に工事の予定だが、午前中に行ってもいいですかっていうような
連絡がありました。で、まあ午前中はね、仕事で不在なんで対応できませんというふうに言うと、その業者は屋外工事なので、立ち会いは不要ですと。で、まあお客さんがよろしければ工事を不在の間にやっていいですかっていうふうに言われたので、じゃあまあ近所に迷惑をかけないようにお願いしますと答えました。まあそれで工事を実施した際にはその旨を書いた手紙をポストに入れておきますって言われました。まあそしてですね、屋外工事の当日になり、午前中は特に何も連絡はなかったので、まあ工事は終わったのかなと思いつつ家に帰ってポストを確認したんですけども、特に手紙はありませんでした。まあなのでやっぱり予定通り午後の工事になったのかなと思いつつ、念のためもうネットが繋がってるのかなと思って ONU の電源を入れてみたんですけども、まあエラーになってしまってネットが繋がってないことがわかりました。まあそのうち工事に来るだろうと思ってとりあえず待つことにしました。1時間、2時間、3時間が過ぎて、特に何の連絡もありません。さすがにちょっとおかしいなと思って、前の日に電話のあった番号に連絡してみました。そして確認してもらうと、午前中に工事は完了しましたと言われました。まあ、なので一旦電話を切って、ONU を再起動したりしたんですけども、明らかに回線が開通していないっていうエラーの表示になっていました。で、再度電話してそれを説明すると、まあいろいろ確認した後に、なんか他の家と間違ってしまったかもしれないっていうようなすごい言い訳をし始めました。で、まあそれを聞いた瞬間に、あ、これはちょっとやばい業者だなって思ったんですけども、わざわざ仕事を休み取って、そもそも予約していたっていうのもあったので、まあ引き下がるのも尺だったので、まあ今日で工事を予約していたんですから、なんとかしてくださいっていうふうに伝えると、まあ渋々、まあ今から作業員を向かわせるっていう話になりました。で、それから1時間ぐらい待ってると、その作業員っぽい人から電話がありました。どうやら家がどこにあるのかわからないようでした。というかその日の工事場所が分かってないとかどういうことだよって思ったんですけども、まあ丁寧に説明して外で待っててあげました。で、少しするとその電話の作業員の人が到着して、でね、その人が明らかに私服のお兄さんで、もうなんか仕事帰りっぽい感じで、しかも手ぶらでした。で、電柱とかを見るふりして、設置工事はちょっと簡単にはいかなそうですね、とかなんか、他の人の家の上に線を通さなきゃいけないかもしれないんで、NTT の許可が必要になりそうだ、みたいな話を、まあ言い訳ですよね。言い訳をしてきて、でもこのお兄さんに言っても何にも話は進まないなと思って、その時はまあ早く工事できるように手続きを進めてくださいねっていうことを伝えて、その日はとりあえず終わりました。まあよくよくね、そのあったことを思い返すと、まあ結構いろいろいい加減な嘘を連発されて、まあ怒りますよね。ネットが開通するかと思ったら、そもそも来なかったっていうことなので、で、そういう最終的なその工事業者に言っても話にならないかなと思って、ニューロのサポートセンターに電話しました。まあチャットと電話両方あるんですけども、まあ両方やり取りをしました。で、サポートセンターの人も、やっぱりその状況っていうのはわからないので、その業者に確認するっていう手段しかないようで、とりあえずその業者に確認して、
そのサポートセンターの方から連絡しますと、自分の方に、私の方に連絡してくれるっていうことだったので、まあじゃあお願いしますっていうことにしたんですけども、で、まあ、ニューロのサポートセンターがの人が悪いわけじゃないっていうのはもちろん分かってるんですけども、なんともやりきれない思いでですね、そもそも8月の中旬くらいに、もう予約して、予約っていうか申し込みか、申し込みをして2ヶ月ぐらい時間があったと思うんですね。で、2ヶ月ぐらいあって家の場所もわからず、工事方法、工事ができるかどうかみたいな検討も全くしていない感じだったので、これはちょっとね、やりきれないですよね。これがまあ11月上旬の出来事だったわけなんですけども、で、11月下旬になって、そのニューロサポートセンターからまた電話があって、で、屋外工事の工事日の再設定っていうんですかね、再調整については、12月下旬にならないとできないって言われました。もうね、この時点で、まあ、何も言い返せなかったっていうかね、もうなんか脱力してしまって、何も言い返すこともできず、あ、そうですか、わかりました、と伝えました。で、もう待つしかないんですけど、12月下旬になったら、ニューロからメッセージが来て、まあ、それは言われた通り、工事の再調整、日程の再調整の連絡がありました。で、それを見ると、まあ、だいたい1月中旬ぐらいから工事予約ができるような感じになっていたので、まあ、自分の日程の空いている1月中旬の工事日で予約を入れました。で、やってきたその1月中旬の工事日。まあ、あんまりね、実はね、あんまり期待はしてなかったんですよね。またなんか言い訳言ってくるのかなと思ったんですけど、まあ、その時は、なんか、作業服を着たおっちゃんが来て、なんかクレーン車みたいな、まあ、ちゃんとした車で来て、まあ、二人で来てたんですけども、あ、やる気満々な感じだと思って。で、まあ、30分ぐらいですかね。30分ぐらい作業すると終わりました、つって、帰っていきました。で、ONU の電源を入れると、まあ、無事にネットが繋がっていることが確認できました。まあ、ネットの速度とかは、まあ、特に何も、申し分ないと思います。ダウンロード速度もアップロード速度も有線でも無線でも、ある程度速度出てますし、今のところですけども安定もしていると思います。まあ、普通の固定回線かなと思ってます。で、まあ、そのネットの開通までね、結局、申し込みから約5ヶ月、私の場合はかかりました。で、ネットの品質はもちろん満足してます。で、まあ、多くの人はね、ネットに繋がっちゃえば、もう怒り、怒る気持ちっていうのはだんだん収まってくるんでしょうけど、結構ね、このニューロのその、工事の対応っていうのが、ちょっとね、対応悪い、良くないというかね、対応悪いと思ってしまいました。私個人的にはですが。で、まあ私の予想になっちゃうんですけども、ニューロ光って、テレビでもネットでもたくさん広告を打っていて、まあ、ネット回線も専用で高速っていうことなので、人気があるんだと思います。で、おそらく工事のキャパを超えて申し込みが殺到してしまってるのかなと思います。で、営業サイドっていうのは、もうどんどんお客さんに申し込んでもらいたいっていう思惑があって、でも現場っていうのは、もう一日何件しかできないっていうのはもう決まってると思うんで、もうそんなにね、契約取んないでよっていうね、そういう営業サイドと現場サイドのその考えにね、大きな隔たりがあるんじゃないかなと思います。
まあ今でもね、本当テレビ、ネットでニューロ光の広告ってよく見るんですけど、まあ個人的にはね、広告はちょっと状況が改善してからにしろよって思ってしまいますね。で、私は開通まで5ヶ月かかりました。かかりました。5ヶ月で済んだと言った方がいいのかもしれないんですけど、多分割と3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月ってかかる人多いと思うんですよ。で、中には途中でキャンセルしてしまう人もいるでしょうし、もしかしたら年単位で待っている人とか、で、ネットとか見てると最悪な場合、宅内工事はできたんだけど、屋外工事でいろいろなんか言われて、結局実施できないって言われて、一方的にキャンセルされたっていう人もいるみたいです。なので、ニューロ光の特に屋外工事については、注意が必要だと思います。まあ、ある意味ね、運も必要かもしれません。ニューロ光を契約する場合には、時間的な余裕っていうものを持った方がいいと思います。もしできることなら、ホームルーターであったり、モバイル Wi-Fi など、他のネット接続の手段を持った上で申し込みをした方が、精神安定上にはいいと思います。個人的にネット回線っていうのは、電気、水、ガスの次に大切なインフラだと思っています。そのインフラに半年、1年もかかってるようでは、日本が先進国とは到底思えないなって思ってしまいました。ちょっと話はずれちゃうのかもしれないんですけど。まあなので、ニューロ光の工事を申し込む場合は、そういう点もちょっと注意した方がいいと思います。まあ少しでもこの体験談が、参考になってくれればなと思います。皆様の検討をお祈りしています。どうもご視聴ありがとうございました。